シュベート辺境白化の本拠、シュベート上ブランデンブルク選定公費、ドロテア、シュベート辺境白化の実質的な思想、ブランデンブルクシュベートは、ブランデンブルク辺境白領の北部に1688年から1788年にかけて存在した行政地域。ブランデンブルクプロイセンの支配者家門である、ホーエン・ツォレルン家の冒険が領主として収めた。 ウッカー・マルク・ノイ・マルク地方に属するシュベート及び、フィア・ラーデン、ヒンター・ポンベルン地方に属するビルデンブルフから構成されていた。ブランデンブルク・シュベート辺境伯と呼ばれた領主は主権を持たなかった。30年戦争の後遺症で資金繰りに苦しんでいた、ブランデンブルク戦抵抗フリードリヒ・ビルヘルムは、貴族のファーレンス・バッハ伯爵、 グスタフ・アドルフから、シュベートとその周辺地域を抵当に入れることを条件に2万5千ターラーを貸し付けてもらった。大戦抵抗は1668年、すでに後継者フリードリヒがいる身で5歳のグリックスブルク公女ドロテア・ゾフィーを迎えた。戦抵抗夫人ドロテアは、父親の後継ぎになれない自分の産んだ息子たちに、経済的な保障を残そうと考え、 1670年に26,500ターラーを支払って、シュベートを取り戻し、これを自分の最年長の息子、フィリップ・ビルヘルムに相続させることにした。ドロテアはさらに多くの領地を買い上げて、シュベートの所領を拡大したため、シュベート返境白領は3都市、3つの城、33の村、24の荘園を含む規模になった。ドロテアは30年戦争で荒廃した。 シュベート城の修復に努め、都市とその周辺部の経済的な発展にも力を尽くした。1686年の春には、オランダ人移民とフランスのユグノー難民が迎えられ、タバコの栽培に従事するようになった。18世紀末、ウッカーマルク地方には44、K、平方メートルもの、広さのタバコ農地が広がり、このタバコ作付け面積は、当時のドイツで最大の規模を誇った。 初代のシュベート編境博、フィリップ・ビルヘルムは、領地の徹底的な開発を進め、また莫大な資金をかけて、自らの居城を整備した。その長男フリードリヒ・ビルヘルムと呼ばれたも、父と同様に城の改良と美化に努め、シュベートを、シュベート編境博の居所として定めた。フリードリヒ・ビルヘルムの弟で後を継いだ、フリードリヒ・ハインリヒも、シュベートを、 文化的中心に発展させた。フリードリヒ・ハインリヒが1788年に死ぬと、ブランデンブルク・シュベート・ヘン教博家は断絶し、シュベート・ヘン教領は、プロイセン王国に併合された。1794年、シュベート城は、プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム・二世の次男ルートビヒに、邸宅として与えられた。ありがとうございます。